大変厳しい戦いではありましたが、今日まで正々堂々戦えたのは皆さん、今日お集まりいただいた皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。藤田和恵選対本部長をはじめ、3区の議員団の皆さん、連合福岡はじめ、労働組合の皆さん、市民団体の皆さん、お支えいただいたスタッフの皆さん、ボランティアの皆さん、すべての皆様に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。小選挙区では、私の力が及ばずに、相手候補に当確が出ましたが、ただもう毎日毎日戦い続ける中で一日一日手応えを感じておりました。おそらく最初の時に比べて日々支援が広がっていく、そういう実感を持てて、本当に全力で戦い抜きましたけれども、悔いのない戦いができましたし、もう一歩及びませんでしたけれども、皆さんと一緒に戦えて、そして正々堂々自分の信じる政策を訴え、信念を曲げることなく最後まで戦えたことを改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。